こんばんは。6時のニュースをお伝えします。千葉市の式場で4日、新婦の神経質すぎる行動に一同が驚愕しました。4日午前11時ごろ、結婚式で牧師が新郎に、辞める時も健やかなる時もと誓いの言葉をかけられている最中、新婦は壁にかけられている絵が少し傾いているのが気になっていた模様。新郎の誓いの言葉が終わり、続いて新婦に対し、慈しむことを誓いますかと問われたとき、ちょっと待ってくださいと誓いの言葉を中断し、あろうことか傾いている絵を直しに行ったのです。これには参列していた一同も唖然としたとのこと。その後の結婚生活でも、妻の神経質すぎる行動に夫は悩まされているとのことです。続いてのニュースです。小田原市の薬局でうがい薬のイソジンを大量に盗んだとして、韓国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは韓国籍のイ・ソジン容疑者、31歳。イ・ソジン容疑者は、失礼しました。イ・ソジン容疑者は深夜の薬局に忍び込み、イソジンを23点盗んだ疑いは、イソジンを23点盗んだ疑いが持たれています。警察の調べに対し、イ・ソジン容疑者はイソジンが必要だっただけで別に狙ってない。と語っていたと。語っていた。すいません、失礼しました。以上、ニュースをお伝えします。